クリッペルファイル症候群、またはクリッペルフェイル症候群とは稀な疾患で1884年に初めてモーリス・クリッペルとアンドレファイルによってフランスから報告された。7つある頸椎のいずれか2つが先天的に融合しているのが特徴である。この症候群は頸椎の形やその分裂に先天的な欠陥がある患者の中で様々な人に生じる。 頭症候群は首の運動に制限を生じさせる。首が短いとして定義されることがあるが、必ずしもこの疾患にかかったすべての人が明らかに短い首をしているというわけではない。クリッペルファイル症候群を持ついくらかの人は、五形部の毛髪炎がとても低い。九百十九年、アンドレファイルは自分の博士論文で、頸椎の変形のみでなく、胸椎、 腰椎の変形も含んだ別の疾患分類を提案した。他の臓器系に関連する異常が多数認められうる。この不均質性に対しては、すべての患者と活動の調節から広範囲な脊柱の手術までの様々な治療計画に関する包括的な評価が必要である。さらには、本症候群が一つの独立した疾患であるのか、それとも先天的に脊柱が変形する。 疾患連続体の中の一つであるのかは不明である。KFS は通常、出生後に診断される。この障害の最もよく見られる兆候は、首と上位の脊柱の運動制限である。短径と後頭部の低い毛発炎が認められる患者もいる。関連する異常として、次のものがある。この疾患は、頭と顔や骨格、生殖器、筋、脳と脊髄、腕。 足、指、心臓疾患などの異常と関連している可能性もある。心臓疾患はしばしば寿命を縮めることとなり、それは男性で平均35から45歳、女性で平均40から50歳となる。この状況は巨人症で見られる心疾患と似ている。2011年100人の患者の症状の発生を鑑定した研究が発表された。 融合の程度により3つの方に分類されている。重度の1型に分類されるものでは、病態として、単形、後部頭髪線定位、頸部可動域制限の3主張を示し、頸椎はほぼ全てが融合している。症状として見られる頸椎融合の発見の歴史を見ると、人での報告は1572年に、関心、後頭骨動化として報告されている。その後、 1919年になり、先天性形追融合症はクリッペルと、ファイルにより文献整理と分類が行われ、現在では一般にクリッペルファイル症候群と呼ばれている。関連する疾患として、代お及び関心の強作、変形、図外底汗入症、関心後頭骨動化、アーノルドキアリキ形、変平図外底等が挙げられている。動物でも、 1938年以降に怠け者、マナティ、オランウータン、テナガザル、ゴリラ、マーモセット、犬、ヤマアラシ、アルマジロ他で、頸椎融合が認められたとの報告がある。多くの症例報告がなされており、0.002から1.6%と、その発生率は大きくばらついている。融合の多発部位としては、ジクシーと第三頸椎の間が主であり、逆に、 カンシーとジクシーの間と第7頸椎と第1胸椎の間は少ないとされる。実験動物での発生率調査も多くの報告があり、マウス、ラット、ウサギの再期形成試験の対象群として自然発生率が調べられて、ラット0.01から0.35%、マウス0.23から0.96%、ウサギ0.03から0.45%などの 報告があり、多種類の動物に存在する疾患であるとも言える。人の肺が垣の末期から、胎時期、特に大霊37から42日の鎖骨化、動脈及びその分岐動脈の発生以上による、血流障害が、先天性形通融合症の原因であるとして、鎖骨化動脈血流障害シークエンスが提唱されている。一般的には散発性であるとされる。 しかし遺伝的異質性があるとし、ジクシート、第3系追感の融合は、常染色体性優性遺伝、第5系追と第6系追感の融合は、常染色体性劣性遺伝と、疫学調査により遺伝性を重視している報告もある。ありがとうございます。